ここは千葉市若葉区観光農園ドラゴンファームです。ここでは毎年いちご狩りが開催されており、11種類のいちごを楽しむことができます。各いちごの説明もあります。種類によって甘さが変わっているようです。小さなお子さんもいちごを美味しそうに食べていますね。栄養満点のいちごを食べて大きくなれるかな。小さなお子さんでも自分でいちごを狩ることができます。上手に取れましたね。もちろん大人の方も楽しむことができます。美味しいです。ドラゴンファームのいちごはすべて高設栽培ですので、ベビーカーや車椅子の方も楽しめます。ドラゴンファームの内田さんにもお話を伺いました。はい、うちは1月1日から、5月のゴールデンウィークまで、はい、そうですね、やっぱり今あの香りのとかね、金見姫、強行、これは今あのまだ新しいので特許料を払って作ってます。はい、新種はお年寄りからお子様までみんなできるように、あのバリアフリーで車椅子でもあのベビーカーでも、時々は寝たきりの診断車でも、どうしても来たいっていう方が寝たまま診断車でも入ってきます。で、土日はもう車椅子とかちょっと混むので、老人ホームとか介護センターとかそういうあのケアセンターの方は水曜日とかにしてもらって、一つのとこで車椅子がもう 4,5 台来ますので、3つ重ねるとここに20台ぐらいの車椅子があの来て、皆さんあの座ったままね、ちょうど胸のあたりで取れるので、はい、喜んで、特にもう100歳ぐらいの人は、まあ、今まで生きてきた中でこんな美味しいイチゴ食べてるのは初めてと、もう1年長生きしますとか言ってね、食べに来たいためにって言うとなんか嬉しいですよね。生きがいができたとかね、もうすごいあの喜んでくれる人もいます。はい、イチゴ狩りの楽しさを知ってもらえましたか。夏はブルーベリー狩りが始まりますので、そちらもとても楽しみですね。